皆さん、こんにちは。アカデミーオブユニバースコード学長の畑晴美です。お元気ですか？もうね、8月もあっという間に今日24日とか5日になっちゃったんですけど、実はですね、皆さんに大切なお知らせがあります。この間もちょっとお話したかもしれないんですけど、私今度日本へ帰る決意をしたんですね。で、日本で皆さんにお会いしたいなと思って、そのお知らせをさせていただきたいと思います。やっぱり2020年からすごく大きな変容が来るのは分かってましたから、それまでに私が準備できることは何でもしようと思って、宇宙にそれを宣言して、で行動に起こしてきたんですよね。で、2019年にマウリ先生とジャパンプロジェクト、本格的なプロジェクトをやった時に、ちょうど令和になるのが5月からでしたけど、4月に東京に100人近くの方が集まってくださって、でその来てくれた皆さんの中からもっと勉強したいって声が上がったんですよね。で、私も授業を受けただけではやっぱりチャートの練習をね、しないと、読む練習しないとできないから、なんかそういう定期的な勉強会みたいなのを開催してあげたいと思っても、私の方でもなんか仕組み作らなきゃできなかったんで、皆さんから背中を押してもらって、半年だけちょっと皆さんも自分たちで勉強する勉強会みたいなのもやってみて、半年で一応区切りにしましょうと。ちゃんと仕組み作っとかないとバラバラになっていっちゃうんでね。で、2020年の8月8日にヴィーナス会員っていうのを作ったんですけど、その前に2019年の最後の、あれは月食だったかな、日食だったかな、忘れちゃったけど、ヤギ座の、そこであれ、ミラクル会員立ち上げたんですよね。で、その後からすぐ2月頃からコロナになっちゃってね、2020年の1月にもう一度トレーニングのために日本帰って、2月の上旬帰ってきてすぐロックダウンになりましたから、この4年近く3年半ぐらいですかね、ズームを通してヴィーナス会員の皆さんと毎月、最低2回1回の時もあったけど、勉強会とかマインドセットとかでお会いしてたんです。で、ずっと皆さんとズームを通して深いつながりは強めてきたんですけど、でもね、やっぱりね、この間地中海クルーズセミナー行って、やっぱり本当にリアルに同じ空間を一緒にシェアできる仲間がいた時のパワフルさってやっぱり大事だなって。で、今私が本当に何をしたいんだろうと思った時に、やっぱりみんなに会いたいなと思ったんですよ。皆さんに会いたいし、私の家族にも会いたいよね。もう本当一人でずっと住んでましたから。だから、でも、動画で言ったかもしれないんだけど、なんだっけ、 NGW で言ってるか、ヴィーナスみんなに言ってるか、 YouTube の動画も作っとったけどまだ配信してないのがあったりして覚えてないから、また繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、私今年は1月に1月の終わりから2月にかけて、南アフリカにずっと来たかったホワイトライオンに会いに行く、私の、イニシエーショントレーニングだったんですけど、それに行ってきて、コロナになっちゃって、その後すごい体調壊してね、咳が止まらなくて、これもある私の中の気づきとか向き合うため の事象が起こってるんですけど、で、それはね、それで大きな意味があったんですけど、その後、夏にはクルーズセミナーに行こうっていうのはもうホワイトラインに行く前から決めて、もうオーダーかけてたんで、で、その時はなんていうのかな、いろんなトラブルはあったんですけど、飛行機が遅れちゃって乗れないとかね。でもそういうのがあっても、すごく楽しめたんです。体調も崩すことなかったし。で、そこでね、すごい考えたのは、やっぱり私、みんなにこのみんなとリアルに会えるっていうのがこの4年間できなかったなって。で、旅もできなかったから、まずホワイトライン行った時は旅に出ていろんな景色が見られて、そしてアストロジーの仲間だしね、ただ病気になっちゃって余裕がなかったね。で、今回は行って、日本人の方が多かったんで、そのツアーに行ったのはね、だから日本語でこう全然知らない方とのご縁ができてとても楽しかったんですよ。で、やっぱりね、私の中でもう今年は2回大きな旅をしちゃったから、本当は日本にも帰りたいけど今年は無理だなって自分の中で無意識の中に制限かけたの気づいたんです。で、私本当に今一番何したいんだろうって思ったらね、やっぱり家族にも会いたいんですよね。孫にも会いたいし、何しろ8人もいるからね子供たちにも、それから妹にも会いたいしね、だからそして皆さんにもちろん会いたい。で、
もう一番自分にとって一番私何したいっていうふうにそこにフォーカスを変えた途端にもう答えは簡単だったんですよ。帰ろうって、で帰ろうって決めたんですね。これが8月の頭ぐらい、7月の終わりかな、そのぐらいで決めたら、もうで帰りますから、帰るにあたって、私は1回だけみんなに会えるなんかあのイベントしたいと、いくつもいくつもはできないんですよね。やっぱり自分のプライベートなこともやりたいし、あと学びもしたかったことがあったり、日本でたくさん行ってみたいなと思うところもいっぱいあるんで、まあ私もね、あと3年もしないで70になっちゃうんで、やっぱりこの今まだ元気なうちにいろいろ体験したい経験したいってこともたくさんありましたから、そうだから宇宙にお願いしていつも寝てたんですよね。まああと自分の時間はすごく取ってました。今激しいエネルギー来てるから、そうするとどん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 ね、あの いろんなことが展開してくるわけ。あっという間にね、あじゃあ行ってあげるよとか来てあげるよとか、なんかまた別のお話が来たりとか、それからいやトレーニングしたいなと思ってたらパッとトレーニングが入ったりとか、だからもうね、行くべきところにちゃんと導かれたり、あ会うべき人に会って来てもらえるようになったりとか、もうそういうことがどんどん起こるのね。で、あやっぱりあの海王星が魚座にいて土星が魚座にいるときは本当に魂の声を聞いて、本当に自分何したいんだろうっていうのを向き合ったわけですよ。よく瞑想してね。でやっぱり牡羊座にノースノードが変わったでしょ。だからあのやっぱり自分からそれで決めるってことは、牡羊座は決めることが大事なのね。私牡羊座採用だからそれできるんで、やったわけ、決めてよし帰ろうって、で今一番何をしたいかなっていうので決め、一番ハートの声を聞いて言った途端にこういうことが起こる。だから今決めるっていうことすごく大事だなって思います。あの8年前に、失業した時にどうしようかなって思ったけど、本当にこれからは恐れじゃなくてハートで自分がやりたいと思うことだけを、自分のハートがやりたいと思うことだけをして生きてみようって思って YouTube 始めたんですよね。あの時も迷いがなかった。どうやって食べていけるか分かんなかったけど、借金だけあるしねでも道がついた。そこの実体験もあるから、もうなんか素直にすごいね、宇宙の導きを信じられる力もがあるんですね私。そうすると本当に人生って奇跡のようなことが起こるんですよ。だから、ぜひね、今回も私はその宇宙のエネルギーを感じながら、あの本当今世の中はいろんなこと起こって大変だと思うんですけど、でもやっぱりみんなに会うために帰ろうで、10月15日に東京で、まあ、半日だけなんですけど、午後から夕方まで、たくさんの皆さんと、たくさんって言ってもね、会場大きなとこ借りたんですけど、でも人数制限して、やっぱり濃い深い、交流をしたいんですねだからその説明会じゃなくて、それを早期案内はあのこの下にリンク貼っておきますけど、もうすぐあの始まっちゃうから、あの普通それに申し込んでくださると、今度のね満月の後に、皆さんに具体的などこでどんなイベントで、どういう感じですよっていうのを皆さんにご案内して申し込みをしていただこうと思ってるんですけど、先にあの先行案内のご予約してくださった皆さんには、一般で公開する前にですね、1時間ぐらい前なんですけど、皆さんにはあのそれをあのご案内しますので、人数が限られてますので、先着順になっちゃうんで、もうあのぜひ面白いな、行ってみようかななんて思う方は、ぜひいらしていただきたいと思います。私一人だけじゃなくて、素晴らしいゲストが何人も来てくださいます。でまあ、あの本当あの東京でそれなりの会場を借りてね、めったにないイベントしますから、あの素敵なイベントになるんじゃないかなと思います、よかったらぜひいらしてくださいね。あの今本当にね、あの何かハートが本当にやってみたいと思うことをやってみることで、私もたくさんの、いつも前に進むときはそういうことがありました。マハリ先生に弟子入りしようって決めたときも、本当にまだあの星読みツレズレグサを始めて1年ちょっとしかなかったんですけど、12月にね、あの孫が生まれて日本帰ったときに、皆さんがセミナーをしたら来てくださって、そのお金を全部使ってコスタリカまでマハリ先生と会いに行ったんですね。そしたら私が言わなくて、マハリ先生の方から日本で何かしようかみたいに言っていただけた、もう いろんな話今までしてるんですけど、いつもそうなんですよ。あのやれる前にできるかどうかは分からなくても、やってみようって決めてやっていくと道がついていきます。だからよかったらぜひ皆さん一緒に楽しい時間と空間を過ごしてみてください。それでは、今日はご案内でした。 Thank you so much and so much love.